Hey YouTube, what's going on? Toonkai here, back again with another item. Yakuza 0 video. I was about to say item shop, but no, it's Yakuza 0. We are going back into the Grand. どうも。 日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。Short and ragged. Can't believe them. Who in the hell is it then? 支配人、いかがいたしましょう。すぐ行く。どこの店舗で。ご案内します。こちらへ。 Can't I just walk normally to him? Shihaini, Kochira no Okyakusama desu. Oyobi deshou ka? Ah, watashi ne, Shihaini-san. ジャンバレーの闇市なんてやったんか。グラントいいお店、全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それとこちらの患者は俺持ちや。頼む。かしこまりました。 昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか。ああ、いいよ、もうこっちの方が人数多かったし、あなたほんと強いよ。李さんも顔負けねえ。<笑>おい、酔っ払う前に余計言えや。その理由はどないした。 そうそう、私、李さんのお使いで来たよ。李さん、あまりこういう店で顔さらしたくない。だから私、伝言頼まれた。伝言？大丈夫。私、まだ予定ないよ。李の電話なんや。あなた、これからすぐ店抜けられるか。なんで？ お店出たら、あなた自分の家に向かう。支配人さんの家、ここから遠い？いや、蒼天堀沿いや。ああ、ご都合ね。李さん、あなたが家に着いたら、そこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのこと、どこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅう。 These being awful are right about here. Oh well, guess I'll dip out for a bit. Dip out, alright. I'll dip. Majima! やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人、真島五郎。昨夜は世話になったな。昨夜？どちらさんでしたっけ？わしらんことはどうでもええんや。誠ちゃん、どこやった？
の女どこ隠したんや。お前ら。女さらいに来た連中。そっちから顔出してくれたんか。どれ、余裕かましやって。何笑とんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思うてな。なめとんのか。ゆうべは油断したけどな。今日はそうもいかんで。Oh, they came with weapons. もうわしらもなりふり構ってられんのや。国道を舐めとったらあかんでくれ。 Oh, Jesus. Do I really have to fight these people? I really don't want to have to, but whatever. Ooh, yes. I have to kill him. Ooh, he's also dead.And you're also dead. Goodbye. Don't think I can't kill you with my bed as well. He's gonna kick him. Sorry, pal, but this is where it ends. If I know any, like, special call- Ow. You Yakuza people ain't gonna kill me. You can't really beat Majima, man. I wonder why his first style is called Thug.But whatever, that was kind of easy. なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだ。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。で、てっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日や。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでか。無駄話しとる暇ないんだ。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。はあ、報告、連絡、相談。上司と仕事するときのいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上です。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとくわ。はあ。Right, I was headed back home. Lee's gotta be watching from somewhere or other. That's not where my apartment is it? Oh, maybe this is where my apartment is, okay.
あれから怪我の具合はどうや。お前、痛み忘れるコツ知っとるか。がむしゃらにやらなあかん仕事やることや。ヤクザから逃げ切らな、わしらどこまでも追われるんやで。痛み感じとる暇ないわ。そうかもしれへんな。それよりお前、ここどないなっとるんや。あ？何のことや。このアパート、そこら中から見張られとるで。少なくとも4カ所から。よう気づいたな。お前、誠のこと隠しとんのバレとんちゃうか。いや、ずっと前から監視されとるんや。ここは俺の雇い主。お前の店の周りもやで。分かっとる。他に蒼天堀からよそに出る道も全部や。俺は蒼天堀から出ることを許されとらん。連中が監視しとるのは俺をこの町に閉じ込めとくため。この町全体がお前の檻っちゅうことか。せや。どういうこっちゃ。俺はもともと東京のヤクザ。それが上に噛みついて下手打った。大阪で飼われとる今かて、いつ殺されてもおかしないよ。なるほど。まあ誰でも他人に縁裏持っとるもんや。けどせやったらここじゃゆっくり話せんな。場所変えよ。誠のおるとこで落ち合うで。一応誰にもつけられんようにルート教えたる。誰にもつけられんルート。ああ、ほぐし会館の診察室の奥に隠し戸がある。いつもは棚で塞いどるけどな。そこから隣のビルに抜けられるんや。もし尾行されたとしてもその隠し戸使えば大抵の相手はお前を見失う。なんで店に隠し戸なんて仕込んどるん。せやから言うたやろ、誰にでも他人に言えん裏があるもんや。とにかく誠んとこ行くときは用心するんや。さっきグランドの前で絡まれとったやろ。お前の素性は昨夜誠さらに来たヤクザにも割れとる。どっから見られとるかわからんでいい。なあ、そしたらほぐし会館の隠し戸使えばええんやな。せや、そこを抜けたらあとはまっすぐ誠んとこ行け。そこでわしと合流や。ええな。分かった。しゃあねな。First off, I gotta try to figure out whether I'm being watched. Time to play it cool, like I'm just strolling around and try to suss out where they're watching from. Slip through unnoticed. Oh god, really? Slip through, I have to be unnoticed? How the hell is that gonna work? Slip through from being unnoticed? How is that gonna work? Okay then. Looks like more of Sagawaga's clowns gets the best it's got everywhere. I might wanna go on lockdown.今日もえらい疲れたの。早いとこマッサージしてもろて、バキバキになった体をほぐしてもらいたいわ。Hopefully they'll keep him thinking I'm still inside a while. That was Vajva that was saying. Hopefully they'll keep him thinking I'm still inside a while, long enough to find this door and get gone.
Okay, guys, we're back. He said there was a bookshelf blocking the door. This bookshelf? Here it is. Son of a bitch really had a secret passage. It's supposed to connect to the building next door. Guess I'll see for myself. But who's watching me? The Yakuza? Oh, there is the Sunshine building. Never thought something like this was here yesterday. Even if I was being followed before, I'm clear now. Now the hall as to where the girl is. There's the Sunshine building I can go to. To like do more of my business, I guess. There's eyes up ahead. Can't go get in myself seen after going through the trouble of shaking them off of me. Looks like they ain't seen me yet. Gotta keep my distance. Oh, for frick's sake, I can't even go that way? What? I can't even go that way? Really? Can't go that way either? So they can't see me. Be more suspicious if they won't see me. Really? Can I not go this way? Gotta keep my distance. Ooh. Can I go through here? Oh yes, I gotta go through here. And there we go. Good. Nobody's looking. If I'm going in, now's the time. Orea, I'll be. お前んとこの店長もう来たんか。うん、今飲み物を買いに行っててすぐ戻るって。その封筒は知らない。あなたに見てもらえってリーさんが。I have to open the envelope. リーさんがそんなもの、なんで？よう、早速見とるな。よう取れてるやろ。リー、なんなんやこの写真。まあ待てや。言われんでもこれからじっくり説明したら。さあ、飲めや。ありがとう、リーさん。お前の分もあるで。リー、なんや考えがある言うてたんだ。この写真のことか。大体この女誰や。結婚詐欺の常習犯や。それだけやない。こいつに貢いとった男が何人か不審死しとく。多分絞るだけ絞って縁切り代わりにやったんやろ。けどこのゲド女のええとこは年頃と背格好やな。まことによう似とる。それがどないした。聞く薬やで、ほんま。リ、お前何を。
こっから先はこの子に聞かせる話とちゃうんでな。少し眠らしとく。ん？お前も殺し屋にしちゃ鈍いな。その写真の女はな、誠の身代わりや。身代わり？ええか、殺しの依頼した時その依頼主は何が欲しい？的を殺したっちゅう結果や。せや、結果や。殺した結果っちゅうのは死体。死体があれば雇い主は納得する。せやからその写真の女には誠の身代わりに死体になってもらうんや。なんやて？わしとお前でやる。死体にこの服着せてな。死体見つけた札は身元確認するのにわしんとこ来るやろ。そしたらわしはこう答える。間違いありません、その死体はうちの従業員です、言うてな。アホか、そんなん札が調べたらすぐバレるやろや。大丈夫や。女殺した後はその顔を誰かわからんようにしてしまえばいい。指紋も薬で焼いてるんや。お前は何なんや一体。本当のこと言えよ。お前は何もんや。ただのハリスとちゃうやろ。なんとか言わんかい。わしも元はあんたと同じ殺し屋や。なんやと。大陸系の組織に雇われとった。最後に仕事したんは半年前や。半年前。確かあんたがこの子拾ったんもその頃や言うてたな。よう覚えとったろ。せやけど考えてみ、組織に監禁されとる女がおったとして、どないしてわしがそれを拾えんねん。道端にでも落ちとるか。半年前わしは組織に雇われて韓国系の連中を襲撃した。女のしのぎめぐってごたついとったんや。そん時までにこっちも何人かやられとった。倉庫におったんは二人。そいつらを始末してみると、そこに半裸の女がぎょうさん監禁されとってな。鍵開けた途端みんな我先に逃げよった。けどそん中に一人だけ身動きできん子がおった。それが。ああ、誠や。この子は見えん目でわしの手探してな、ぎゅっと握って離さんかった。泣きながらありがとうを繰り返して、わしはその小さい手どうにも話すことができんかった。あんたはそれ以来の親代わりっちゅうわけか。ああ、せやけどわしも昔はほんまの娘持つ親やった。ああ、小さい時から病気がちでな。薬の副作用で最後はよう目が見えんようになった。その仕草があん時の誠と重なり合うてもたんや。真島、わしはもう自分より先に娘行かせるわけにいかんねや。娘守るためやったら
赤の他人なんぞいくらでもぶっ殺してる。それがええことやないことも分かってる。せやけどもう他に手はないんや。お前にも手貸してもらうで、マジマ。お前の雇い主に誠殺した報告してもらわなあかん。だ。はあ、極道舐めすぎや。そんな小細工すぐバレる。せやったら他にどんな手があるっちゅうねん。言うてみ。話はしまいや。俺はお前の計画には乗らん。そうやってまた逃げんのか。わしにはわかるで。お前が片目なくしてもたんも備えして逃げてきたからやろ。なんやと。なんやかや理由つけて己の手汚さんとずっと自分を正当化してきたんとちゃうか。けどお前も所詮元は極道やったんや。一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒。せやったら腹決めて地獄を釣らんかい。お前が俺の何を知っとるんやボケ。最後にもう一遍聞いとく。わしの話に乗る気はほんまにないんやな。ないな。そうか。そしたら黒に染まった門の流儀教えたるわ。どの道わしの計画知ったからには生きてここから出す。Oh, am I really gonna have to fight him again? Are you serious? 死ねえや、マジマ。Oh, I'm gonna have to fight him again. Fighting this guy again. Ow. Majima, get up, bro. Hand to hand comp. Out of my face. Really, Lee? Why do I have to fight you again? Not fair, bro. Ow. Bro, really? Just cause I really have to fight you again, bro? Where's my heat action when I need it, bro? I can see my heat action coming up, but I need it whenever it's up there. This is a long ass battle, bruh. Oh, there it is. There we go, finally, the heat action with the baseball bat. Finally, you're almost dead. Breaker. Yeah.
There we go. Majima. Honma ni migawari tateru shika te ga nai ya. Kurosaki Makoto o mamori kiru ni wa Makoto no shitai ga hitsuyo ya.このままやったらいつか誠のとこにお前以外の殺し屋が来る。それより前にお前もやられるで。なんでそれがわからんねや。それやったらそれで俺が向かってくるの一人残らずぶっ殺したのか。なんやと。そんなできるわけ。確かに一度黒に染まったもんはどこまで行っても黒い。そっから抜けることはできんけどな。それでも噛みつく相手選ぶくらいはできる。それが俺の流儀。おいやめろや。風邪ひかんように見といたれや。あんたはその子の親代わりなんやろ。And there goes Majima catching a smoke again. Nani shiton no ya ore wa?This makes 3 days. Didn't wind up changing much. Didn't wind up changing much. If anything, things worse now than before. Jigs up as soon as Swagga finds out I'm keeping the girl alive. Can't risk heading to the storehouse now. Better play it cool and head to the ground like normal.Really? A baseball bat's my only option of beating you guys. Really? I hate these bikers, man. Or these hooligans.Get out of here. Well, I think I'm gonna end this episode if I can find a save, of course. Is there a save anywhere? Yes, there is. Perfect. I'm not gonna get your.
No, don't catch me. Yeah, I want to save the game. Because I want to end this episode. But yeah, I'm gonna end this episode. Hope you guys enjoyed. Let me know what you guys think of today's episode, and I will see you all in the next episode. This is getting pretty fun, so I'll see you guys in the next episode. See ya.